なし。はい、忘れ物なし。いや、なかなか快適な部屋だった。6人、2段ベッドが3つ、6人部屋だけど、誰も来なくて、ずっと1人。うん、これで800ルーブル。安いかも。はい、ありがとう。よし、行くか。スパシオだ。よいしょ。スラフィーチ。おじゃい。チェックアウト。はい。スパシオ、おじゃい。オッケー、チェックアウト。おはようございます。今日は7月6日、今は朝9時だ。9時です。日本との時差は4時間になりました。今はロシア最初の町トロイツクにいます。今日はこれから300キロぐらい離れたゴルノボルスクみたいな場所に行ってキャンプをする予定です。結構寒い。今日は下ジーパンの中にタイツ履いて、上も中にこれ長袖のと、その上にもう一枚着て、でこれ防風で、その上にジャケット着て、これで多分走り出してちょうどいいぐらいかなと思います。天気はいいけど気温は低め、そんな感じでです。じゃあ今日も行ってきます。さて、始まりました。今はトロイツク。今日は7月6日、今朝9時過ぎ。ロシア入って最初の街がこのトロイツク。ここでは2泊したので、ロシアで、まあ、実質最初の移動は今日からになります。いやー、どうかな。この2日間トロイツクで過ごした印象としては、ちょっと物価高い、かなって感じ。カフェでカルボナーラ食べたら1000円超え、ビールも一緒に飲んだら1杯500円。でスーパーでちょろちょろっと買い物したら1700円とか。全体的にこんな感じなのかな。まあでもスタローバや食堂行くと、まあワンプレートでいろいろ乗っけて500円ぐらいだから、まあスタローバやは安いし、そもそも今までいたカザフスタンとキルギスが物価が安すぎたのかもしれないから、まあこれが普通なのかもしれない。お金はやっぱりビザやマスターは使えなくて、ユニオンペイは使えるところもあるみたいだけど、暗証番号がわからなくて使えないです。日本に問い合わせたら1週間後ぐらいに暗証番号が分かると思うので、それでユニオンペイが使えればいいけれども、それ以外だと現金 US ドルを両替しながら使うしかなくて、 US ドルも無限に持っているわけではないので、極力節約していきたいと思います。こうケンタッキーはあった。ケンタッキーは食べたけど、ツイスターとポテトとコーヒーで850円だったかな。うん、高いかな。いやー、このロシア戦争してるのかな本当にっていうぐらい、みんな人々は普通に暮らしてる。なんか不思議な感じ。まあ、そんな国を今バイクで走ってるのもどうかなって思うけど、まあわからない。よし、とりあえず今日も
気をつけていきます。今日の移動距離は300キロぐらいです。トロイツク出発して約1時間、ちょっと心配事ができました。ガソリンです。朝ほぼ満タンだったから満タンにしなかったんだけど、目的地まであと195キロ残りの燃料で走れる距離は200キロ切るぐらいだと思う。途中でガソリンスタンドがあればいいけど、ないとちょっと怖いな。陽介ピンチ、早くもガス欠か。怖い怖いよ、助けて。はい、そんな感じ。ガソリンのメモリが1つ減って今3つになりました。でもあそこにもしかしたらあれガソリンスタンドかもしれない。ガソリンスタンドであることを願います。あー、ガソリンスタンドあった、よかった。よし、よかった、一安心。よし、92もある。やってない。あれ？やってないの？あれれ？まさかやってないの？あ、いた。いたいた。ジョアスピーチ、ジェビネスタフタロイ、あーポンリーバック、よかった。あー、いたいたいた、休憩してただけ、分かった。あー、よかった。よし、オッケー、久しぶり。2.78 リットルで120ルーブル、120だから240、高いな。1リッター 42.9、 43ルーブル100円ぐらいすんのかな、高い。まあとりあえずガソリン入れられて安心、一安心。ロシア入って最初はチェリャビンスクっていう町に行こうとしてたんですけど、この間会ったロシア人ライダーのアントンから、チェリャビンスクからの道はかなり混んでるし退屈だから、トロイツクから西に向かって行ったところにとても綺麗な景色の湖があって、そこでキャンプすることをおすすめするって言ってくれたので、今その湖に向かってます。そのアントンが言うには、この辺で一番景色が綺麗な場所がその辺りだそうです。楽しみです。ちなみにそのアントンはウファに住んでる人みたいで、タイミングが合えばアントンの家に泊めさせてくれるって言ってくれてるんですけど、まあタイミング合わなければウファで安い宿もあるみたいだから、そこに泊まってちょっと楽しみたいと思います。今日の朝昼ご飯はこれ、映るかな、マカロニと鶏肉とソーセージ、パン2切れと紅茶。これで248ルーブル、600円ぐらいするかな。すごく明るいお母さんだと。道端の国道かな、大きな通りの道沿いにあるカフェ入りました。はい、いただきます。トマトソースが、うんうん、美味
しいです。うわごめん、うわはあ、キーちゃんこかしちゃった。立ちこけだけど眠いから道端止まってスタンド立てたら右に斜めになっててストンと倒れちゃった。あーごめんね、レバーが曲がった。再開するときオシで新品レバーに変えたのにもう曲がった。まあでも握りやすいからいいかな。まあ、あと他には傷はないけどごめんよ。あとなんかエンジンのあたりから焦げ臭い匂いがするんだよな、止まった時に。何の匂いなんだろうこれ。タイヤが焼けたような、ゴムが焼けたような、焦げたような、そんな感じの匂いなんだけど、くんくん匂い辿っていくとエンジンのあたりなんだよな。何なんだろう、心配。この先にキャンプできる場所があるらしいけど、道がどんどん険しくなっていく。これ本当かな。なんかすごいとこ来たな。お花畑の中走ってるよ。でも地図見るとこの先が湖になってるから、多分これ行けば湖、湖畔に出るんじゃなかろうか。こんなちっちゃな川だけど、川っていうか、行ってみるか。少し怖い。よいしょ。よいしょ。ごめんね、ごめんね。たた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 た。手がこっち。よいしょ。この辺にいい場所があるのかな。この辺にしよう。よし、ここに決めた。ここを今日のキャンプ地とする。ご飯食べてコーヒー飲んで今テントの中にこもってます。はい、こんな明るいけどもう時間は夜の9時です。今日はトロイツクからマグニトゴルスクっていうところまで来ました。その近くの湖のほとりでキャンプしてます。ここまでの道は結構良かったです。でもカザフスタンとかに比べると交通量が多くて、特にトラック追い抜きされるときは結構怖いです。それでもここの辺は交通量は少なめだって言ってたから、モスクワとかの方行ったら
交通量がどんなもんなのかちょっと怖いです。いやとにかくスピードは出せて80キロぐらいだけど、車他の車やトラックは平気で100キロ以上のスピードでビュンビュン追い抜きされしていくので怖いです。あまりにも怖いときは路肩に避けるけど、だいたい路肩はジャリジャリの道なので転ぶ心配もあるし、まあ気をつけながらこの先も進んでいきたいと思います。明日はここから150キロぐらい離れたインゼルっていうところに行って、明後日金曜日にウファの、この間あったアントンのところに行きたいと思ってます。はい、じゃあそんな感じで今日はおやすみなさい。